高ですね。やみつきになるね。本当にお世話になりました。明日また元気で会えるぞ。ではまたね、はい、生きてるうちに放っていきますからね。だからゆうちゃんもそこで休んでるんだ。ものすごいいいお顔してらっしゃいますね。いやいや、生きてりゃいいことあるよ。金じゃないよ。もう客席で見たの初めてだよ。信号までこっちばっかりだと客席ってどんな風に見えてるか。いやいや、今日は本当にね、意外と本当にちゃんと生きてる。やっぱ声出すからはいいんでしょうね、体にね。あんまり言うて、声出すから深く考えないから。深く考えて、それはよくわかります。もうバチンを曲げても、はい、だからね、意外とね、くよくよしないね。ああ、もう、あ、毎日こうやって声出してる、まあ、もっと生きるんじゃないですか。あと何年ぐらい生きる？ 2,3 年生きるんじゃないですか。もう 2,3 年生きたら十分ですよ。じゃあオリンピックは見られないですね。オリンピック見られない。見たと仕方ない、あんなものは。じゃあ、自分が出るわけでも何でもないでしょ。新しい彼女は、新しい彼女なんかいらないよ。いや、若い、ほら、ラサールみたいに若い彼女。無理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 。役立たないんだから。立ちます、先生。立つのか。先生、見てください。それ、ドクンドクン。お前は何なんだ。下ネタで始まり、下ネタで終わると。本当に皆さんお元気で、今日はこれでおしまい。